93AM1242 日本放送ソードアートオンエアプログレッシブ。こんばんは、松岡裕嗣です。こんばんは、アシスタントの日本放送アナウンサー吉田久典です。なんかプログレッシブになって、はい、タイトルコールが年齢感がちょっと若返ってますよね。あ、ですかね。ね、プログレッシブの時は若キリトなんですよ ね。そうですね、14歳の頃のキリトなので、アリシデーションまで全部戦い終わった後のキリトとはまたちょっと違う、はい、テストになってると思いますが、さて、でこのアニメソードアートオンラインシリーズで主人公キリトを演じる松岡くんをメインパーソナリティに迎えてお送りしているこの番組、はい、今年の秋ソードアートオンラインの入門編としてぴったりな映画、劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ星なき夜のアリアが公開されるのに向けて、これまで作品を触れてなかった方にもソードアートオンラインを知ってもらおうという番組でございます、はい、なのでだからソードアートオンラインのこと何も知らないよという方も聞いていただける番組ですので、そうですね、もうバン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 もう魅力をお伝えできればなと思っているので、この番組タイトルにプログレッシブがつく前からやってました、ソードアートオンエアとして、はい、でもともと自動車整備士を目指していた松岡君の影響から、はい、やたら自動車の内燃機関に関するメールをいただいておりますありがたいです本当に、はい、ここ今あれ急に車曲がったって今思った方がいるかもしれませんけどこれは我々からすると通常いつも通りの車線に入っただけですよね。通常運転です。通常運転なんですよ、はい、でおかしいなと思った方は、これです。過去の回を聞いていただけると分かると思いますが、はい、でね、今週はこういったメールをいただきました、はい、こちらはコムコム登山さんからいただきました。ありがとうございます。 ありがとうございます。いつも車を運転しながら、はい、楽しくこの番組を聞かせていただいています。 ありがとうございます。実は私先日車を購入しました。この話題大好きですよね、3代目のスズキアルトワークス R と2代目の三菱パジェロミニで悩んだんですが、よく山に行くことと直列4気筒20バルブターボンエンジンに惹かれて、パジェロミニに決定しました。あ、いいですね、パジェロも。僕まだあんまり口にしたことない単語が出ました。直列4気筒20バルブターボンエンジン、はい、私は今まで FF 車しか乗ったことがなく、はいはい、パジェロミニは初めての FR のパートタイム 4WD なんですが、以前松岡さんが駆動方式はカーブを曲がるときに分かると言っていたことが理解でき、あららら、ら、うん、本当だ全然違うと感動できました、はい、今は外装を変更することなく軽自動車のままどこまでパワーアップできるかを考えることで頭がいっぱいです。あらららら、はい、結構ガチガチにいじる方なんですかね、はい、そうですね。ここまでソードアートオンラインという単語が一語も出てきてないメールからご紹介しましたけども確かに松岡さんがおっしゃった、僕途中からちょっとんって感じになってきたのは、直列4気筒20バルブターボエンジンあたりからなんですね、だと FF と FR ってどういう意味でしたっけ。あ、 FF は、はい、加速するときにフロントタイヤが回る、フロントドライブなんですよ。前のタイヤにエンジンがつながってる、はいはいはい、でフロントにエンジンがあって前のタイヤが回転するのがもう簡単に言うと FF、 FR はフロントに、フロントの F、はい、フロントにエンジンがあってリア駆動、後輪が動く、後輪が回る、回るのが、FR、四駆は全部が回る。そうですね、そうですね、それはなんとなく四輪車だし四駆っていうかそうだろうなって感じが、しますが、ちなみにこの後なんかこういじるところを検討してるじゃないですか、こうどこをこうチューンするのが松岡君的にはおすすめか。そうですね、パジェロを改造する、パジェロを改造するときってどこから手をつけるんだ。いや、安全考えたらやっぱ足からじゃないですかね。タイヤとかってことですか。タイヤもそうですけど、サスペンションとか、ああいうのを、まあ、そういった例えばチューニングメーカーとかでも、あとはこう街のショップ屋さんであったりとかも、やっぱそういうところって、これ前も言ったかもしれないですけど、基本的に純正メーカーとは違ってぶっ壊してなんぼじゃないですか。ぶっ壊してデータ取って
壊れないようなパーツをまたさらに考えていくっていう、まあ、どっちもどっちだとは思うんですけど、やっぱそういったなんかパジェロとか、例えばパジェロを専門にやってるその街のショップの方とかの方がある種信頼性はあるかもしれないですよね。いわゆるこうパジェロをいっぱい触ったことがある人たちの方が当然お預けするにはいいだろうと、しかも作パーツ作りました、走ってみました、ぶっ壊れました、あそっか、だったらここを強化していけばみたいな感じで、そして完成されたやつってもうそういったあのチューニング雑誌とか見るとたくさん載ってますから。ああ、もうそこはもう趣味ですね、どこをいじるかはね、あんまり口出すもんじゃなくて、ご自分の趣味通りにやっていただいた方がいいと、あとはあの某動画サイトであの実際にこう検索してみて、実際に載ってる人の意見を生の声を聞くとか、僕そういうのみんな好きなんです。あのこのラジオも YouTube でも公開してるから、そうなんです、 YouTube って言っていいと思いますよ。あ、ですかね、という、ごめんなさい、これちょっと車に寄りすぎてましたよね。そうですね、ちょっとね、じゃあ次のメールです。こちら千葉県の26歳、ラジオネーム元サラリーマンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、SAO プログレッシブ星なき夜のアリアの今年秋公開に向け、ムビチケも発売になり、今からとても楽しみにしています。はい、素晴らしい出だしですよね。はい、よろしくお願いします。さて、松岡さんの愛する自動車のクランクシャフトですが、それに関連したカプセルトイが発売されるのはご存知でしょうか。ほう、ちょっとそれ気になりますね。2021年4月下旬に、ホビーガチャ内燃機関立体図鑑2ストロークエンジン編が登場するんです。はい、単品としては2ストローク単気筒エンジンですが、複数揃えれば連結して直列6気筒、V 型8気筒、水平対向12気筒などお好みの組み合わせが可能です。そんなのが出るんですか。また1種類を除いて透明成形かつ分解可能なため、ピストン、クランクシャフトが動くところを見て楽しむことができるのです。無論運転免許も整備士資格もなしでいじり倒せるこの商品、キャブレター、チャンバー、クランクハンドル、直列用クランクケースがついてガチャ1回300円。おーおーおー、メカ好きにはたまらない仕様に自分も注目しています、ということで。これでもあの僕全然エンジンとか分かんないですけど、これ写真ついてますよ。あ、写真ついてますか。ちょっと写真見てみてください。おお、ほう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 、あ、なるほど、ここがクランクシャフトですね。はい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 。でこれがコンロットだ、でピストン、はい、でこれどこ、あ、なるほど、この透明な部分がエンジンカバーってことか。あ、言われてみればその鉄製のものが車のボンネットを開けると入っているトゲがありますね。はいはい。でこれがキャブレターかな。なんか他にもね、2枚目3枚目とかありますから比べてみると分かるか。うわー、すごいな、すごい、これよくできてますね。ほう、なんだろう、さっきのクリア、クリアのこうカバーの方は何なんですかね。あれはレアなんですかね。あれ中が見られるようにするってことなんですかね。よく見るとそれ取っ手ついてますよね。あ、本当だ、これ多分その取っ手をぐるぐる回して回すとこうピストンが上下するんですかね。上下するというところがきっと透明なカバーだとリアルに組んだら見られるしっていうことなんでしょうね。わあ、すごい。しかもこれ本当に組み合わせ次第で全然全然違うエンジンになりますよ。これ組み合わせ次第で全然違うエンジンにできるものなんですね。ちゃんとそういう風に作ってるんですね。多分これ多分松岡さんと非常に似た趣味の方がお作りになられたんではないかと思います。うわ、これすごいな。このガチャ出るって知ってました？いや全然知らなかったです。こちらは内燃機関立体図鑑2ストロークエンジン編。他にもあるんですね。多分組み合わせると自分の好きなエンジンを自由自在にすごいデザインすることができるんじゃないでしょうか。あ、これ僕買いますわ。探しますよね、これは探しますよね。これは探しますわ。そうですよね、でそしてよりエンジンに詳しい方からメールをいただきました。ラジオネーム PP1Z さんです。はい、どうございます。ありがとうございます。この前松岡さんが、はい、インタークーラーとラジエーターがごっちゃになるという話をしていたので、はい、簡単に解説します。はい、まずエンジンを増やすための冷却水、クーラントを冷やすのがラジエーターの役割ですが、対してエンジンに吸気する、吸い込む空気を冷却するのがインタークーラーです。ええ、ではなぜ空気を冷却するのかといえば、
下級機、ターボチャージャーやスーパーチャージャーを通した空気は圧縮されているため熱を持っています。それをそのままエンジンにぶち込むと異常燃焼の原因になるからです。なので下級機にはインタークーラーが必需品ですし、逆に NA エンジンには不要な装備になります。まあ、僕は丁寧語で書かれたウィキペディアを読んでる気持ちですね。これ理解進みました？あ、これはもう理解進みました。進みました、分かりやすい、分かりやすい気もしますけど、なんだろうな、日本語としての通りは分かるんですけど、一体どんな部品の形をしてるのかが一ミリも想像できないので。あれです、あのこれあるじゃないですか、こう NA エンジンにはないって。これターボついてる車には絶対にある形の部品があるんですよ、はい、あの前の空気取り入れるところの奥地から見える部品があるんですけど、はいはいはい、なんて言ったらいいんですかね、なんか絶対見たことあるはずなんですよね。なんかあるじゃないですか、なんかこうやってすごい必死に今イラストをこうやってなんかこう四角いんですけど、正面から見た時ですか、正面から見た時にこうなんかこうなってるんですね。はいはい、網目になっている、で網目にでこういったフィンがずっとついてるんですよ。はい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 、でこれに1層2層3層みたいなラジエーターの種類があるんですけどね、でここにあれです、絶対なんて言ったらいいんだあれは、クーラー分解したことあります？すいませんフィルターの掃除とかはしたことあるんですけど、クーラーの、そんなに気軽に分解するものじゃないかな、分解したことあるんですか？いや分解したこと、いや掃除するとき分解するじゃないですか、フィルターをね、フィルターを開けたことはあります、その時に見えませんか？あ、空気吸い込むところ、はい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 、それにこれあるはずなんです。あれのこと、あの網目のフィルターの奥にあるやつ、はいはいはい、細かい網目のやつあるじゃないですか、はい、それは見たことあります、あれです。あれがあのいわゆるこうこうやってなんかこうヘッドライトがあるじゃないですか、でなんかこういった車あるじゃないですか、松岡君今ね悪魔みたいな絵を描いてます、こういった車があるじゃないですか、例えばなんかここでったらもうなんかこうだったみたいな、これ前から見たやつですね、わかります正面から見た時に、でこうやってってボンネットがあって、はい、でここに大きいお口が開いてるじゃないですか、最近の車って開いてます、これターボついてる車のみなんですね。そうですね、そういうことなんだ、NA にもなんかターボはつけられるんですけど、まあ後でポン付けでつけて、後でインタークーラー、いや間違えたラジエーターを追加したりとかもするみたいな、とりあえずこう口のところがジャギジャギみたいになってるやつはジャギって言って、でちょっと覗いて、あついてるついてるっていうターボだっていうことなんですね、やっぱり車ってあのこう好きになると果てしがない世界。そうですね、もう本当多分もう1分にどれくらいパーツできてるんですかね、新しく世界で。あ、この世の中にこの瞬間にも今新しいパーツを開発してる人は絶対それはいますわね、そこで新たな知らないパーツが生み出されている、うずうずしてくるわけですね。そうですね、新しい技術とかもどんどんじゃないですか。そうね、これがまた最近ね、どんどんあの今こう内燃機関の話が多かったですけど、このままいくとこう電気自動車とかも出てきますからね。そうですね、あとあれですよ、最近の車ってあのフレームが曲がるともう修理が大変なんですって。なんで？あのなんかほぼほぼ一体成型みたいに今成型してる技術ができちゃったんで、そこだけガーンってなっちゃうとバランスが崩れるんですって。昔はもうそこだけでバッて例えば溶接して補強して直すだったりとかっていう方法が、今特殊な成型の仕方をしてるんで、そこだけやっちゃったってなって、あ、このぐらいの傷だったらなんか板金屋さんで直してくれるでしょうとかって言って持ってっても、あ、これもう行っちゃってますねってなったら箱を全部取っ替えなきゃいけないっていう。全損と同じみたいな。大体同じですね。はー、側だけ全部取っ替えなきゃいけないですねみたいな。でもその分きっとね、軽くなったりとかいろいろメリットあるんでしょうね。軽くなって丈夫になってるんです、っていうメリットはあるけれども、まあ残念ながらトラブルの時はそういうことが起きる。大変な金額がかかるみたいですね、車は。なるほどね、という本格車番組ではございますが、アニメの再放送も始まっていますので、これはファーストシーズンが今アニメの再放送やっております、アニメについての感想や質問などはもちろん、たまたま番組を聞いて我々の話に興味を持ってくれた方からのメールもお待ちしております。番組のメールアドレスはじゃあ松岡さんからお願いします。番組のメールアドレスは
sao@1242.com sao@1242.com SAO はソードアートオンエアの略、1242は日本放送の AM の周波数です。あなたからのメール待ってます。またこの番組のツイッターのハッシュタグはハッシュタグ SAO ラジオです。これをつけてぜひ放送中につぶやいてください。声優の松岡義嗣です。日本放送アナウンサー吉田彦則です。ソードアートオンエアプログレッシブ。1分でわかるソードアートオンライン、まあね、オープニングはかなり長い時間聞いていただいてもエンジンのことだけが分かったという感じだと思いますがそうですね、この秋公開されるプログレッシブはソードアートオンラインの入門編としてはぴったりな作品です。はい、そうなんです。なんでかというと始まりの物語だからということ で、はい、でこのソードアートオンエアプログレッシブでは今後アニメ関係者の方だけでなく各界のソードアートオンラインをまだ見てない方にもゲストにお越しいただくことを考えているんですが、はい、でそういったですね SAO を知らないゲストの方にもうざがられない程度の1分間文字数にするとおよそ300文字程度で、はい、あなたが思う作品の魅力や見どころをプレゼンしてもらおうというのがこのコーナーでございます。そうですね、本来であれば我々のお仕事なんですけどね。そうなんですね、時間に合わせるというのはね、まあ、我々は例えば生放送やってると、59分56秒までに上げてくださいと、そういう言われ方をすることがあるんですけど、声優さんは声優さんで台本で相当な文字数があってもそれ6秒で言い切ってくださいみたいなとかあるわけですよね。ありますね、特にコメディ関係の作品だと、はいはい、いやこれ普通に言ったら絶対2行入んないですよってなる6行ぐらいのセリフがあったとしますよ、はいはいはい、これどうにかなりませんかって言ったら松岡君君ならできるって言われちゃうっていうあの監督ももう削れませんって言ってるって言って、なんとかしてください、そしたらなんとかできちゃうんですよね。さすが、そこはさすがで、まあ、我々もちょっと1秒でも過ぎたりするとCM にかぶっちゃうみたいになったりするのなんとかしたりしているので、一応こう元々の文章はまた変えないことも重要ですが、しかし重要ですがこれをきっちり1分で、読めるかどうかっていう勝負のコーナーでもあります。ああそういうことですか、あれそんなコーナーじゃないって言われましたけど、どっちが1分に近いかみたいな。いやいやこれはやっぱりやりますか。やはりじゃ一応1分ちゃんとなるかどうか、一応生放送対応のアナウンサーですから、あそこはちょっと頑張ってみたいと思いますけど、すごい。じゃあこういう感じのことですっていうまず、はい、例をラジオネームまひろさんからいただきました、はい、ではお伝えしましょう。 SAO はアニメーションで表すと1期2期3期となるアリシゼーション、そして劇場版第1作のオーディナルスケールと長期にわたって展開されていますが、それぞれのクールや劇場版で登場したキャラがさまざまな場面や回想で登場して盛り上げてくれるのも面白さの一つだと思います。ある状況では対立していたキャラがあるクールになると味方となって登場するシーンは激胸熱です。そして改めて対立していたところを見返すと彼の心の葛藤を感じることがあり、また違った面白さがあります。 SAO は永遠に見返して楽しめるそんな作品です。多分ジャストこれは1分だと思う。おー、すごい、でも途中で読み始めて思ったんですけど、これすっごい間取ってしまいましたでもまあまあこういう余裕のあるパターンもあれば、なるほど、はい、でも話に分かりますよねこれね、はい、ちゃんと伝わってきますよね、対策の中でもなんて言うんでしょう、こう一回一回やりきりではなく、ずっと見てるといろんな面白さが見えてくるということを、まひろさんはプレゼンしてくれている、はい、これありがとうございます。ございます、ありがとうございます、っていう感じでやらせていただきましたが、はい、じゃあ松子さんも1分にまとめていただいて、わかりました、はい、お願いしたいと思います、はい、ではラジオネームからお願いします、はい、ラジオネーム春風さんからいただきました。私はソードアートオンラインに出てくるキャラクターでぜひ注目してほしい人がいます。それは女性情報屋の
アルゴさんです。とにかくアルゴさんがいいです。キリとアスナから受けた依頼をこなしてサポートしてくれる頼れるお姉さんであるのはもちろん、アニメ版にも登場し、なあ本当にソロで挑むのかと発言。この秋公開のプログレッシブの原作ではアスナのことをあーちゃん、キリトのことをキーボーと呼ぶなど、他のキャラとは違うとても可愛いお姉さんです。映画にもきっと登場してくれると信じておりますので、アルゴさんの活躍に乞うご期待。川原先生にぜひ今度はアルゴさん視点の作品を書いてほしいくらいです。1分5秒ぐらいでしたね。あ、いやでも待ってください、全く僕は時計見ながら喋るのが仕事なんで時計見ながら喋りましたけど、松岡さん時計見てないですよね。体内時計でやりました。体内時計で5秒差は生放送できますよ。いやできるけど、なんでそんな演技入れたんですか。いやなんか一応なんかこうアルゴってどういう子なんだろうなっていうところを補足しようと思いまして、まあちょっと気だるげな感じは伝わったかなと。気だるげだったんですけど、なんか分かんないけど今のアルゴ一人称がヤンスっていう感じだったんですなんだ語尾がなんとかで、あたいなんとかでヤンスって喋る人みたいになってた感じ。そうですね、ちょっと、ああすいません、なんか、まあまあでも全然これいいですよね。自分はここ見てるっていう。そうですよ ね主人公とかだけ見てるわけじゃないよっていうのも、それだけ魅力的なキャラクターっていうのたくさんいますから。そう確かに、誰目線で見るかでね、もう全然変わってきますからね、もうソードアートにはもうこう余分な人物がいないというか、全員が関わってくるじゃないですか。なのでそういったところもちょっとちゃんと、そうですね、改めて今再放送もやっているわけですし、見ていただけたらなと思いますね。あ、そうですね、今まさに見るとちょうどいいタイミングですよね。いやということで今分かったんですけど、300字だけどものによってはこっち入るかなって気もちょっとしました。はい、300字以上あっても入るかもしれないっていう感じが、そうですね、試しに自分で読んでみるのは重要かもしれないですね。読んでいただいたりとか、もしくはお二人とも早口も結構いけるでしょみたいな人はちょっとこうチャレンジしていただいてもいいコーナーかもしれません。すごい、これ3ページぐらい来たらどうしますか。3ページ来たらやってみますか。ウイロウリみたいなやつやばいな。ということで、あなたが思うソードアートオンラインの魅力や見どころをおよそ1分文字数にしておよそ300文字程度にまとめて送ってきてください。はい、しかしこうなんですかね、これで例えば800字とか来たりするじゃないですか、はい、それね聞いて分かんなくなりますねお気をつけください。そうですね、言えたとしても内容が入ってこない、内容が入ってこない文字数になる可能性ありますんでね。はい、じゃあ番組のメールアドレス松岡さんからお願いします。はい、メールアドレスは sao@1242.com sao@1242.com sao はソードアートオンエアの略、1242は日本放送の AM の周波数です。メールは懸命に1分と書いて送ってください。あなたからのメール待ってます。アニメソードアートオンラインのラジオ番組、たまに車の話もしています。ソードアートオンエアプログレッシブ、今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。今週のソードアートオンライン、松岡くんが主人公キリトを演じるアニメソードアートオンラインの最新情報をお届けしているこのコーナー、いよいよ今年の秋に公開される映画劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ星なき夜のアリアのムビチケカードが A4 クリアファイルの購入特典付きで発売中です。はい、で既に公開される劇場の情報も発表されているので、詳しい情報はプログレッシブの公式ホームページでチェックしてください。はい、そしてこの映画公開に先駆けて、ただいまテレビアニメ第一期にあたるソードアートオンラインも再放送中です。はい、放送されているのは東京 MX、 栃木テレビ、群馬テレビ、 BS11 で、放送は毎週水曜の24時30分からです。で、このですね再放送で初めてソードアートオンラインに触れるという方もいらっしゃると思うんですけども、はい、そういう方からもですねメールをいただいております。ありがとうございます。はい、こちらはですね、おっと、
これあのこれ飯コーナーへの投稿だったんですけど、途中でこっちになっちゃったみたいですね。この静岡市の神谷さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。去年のステイホーム期間中から娘の影響で、はい、SAO シリーズのアニメーションを視聴し、原作ゲームと楽しませていただいた結果、はい、毎週欠かさずラジオも聴取するリスナーとなりました。 ありがとうございます。 SAO のおかげで今まで触れてこなかった世界、知らなかった世界が広がっており、こうしてラジオにメールをお送りしようと突き動かされる感情に自分でも驚いております。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一枚ですね。はい、もう一枚、こちらはラジオネームヨッシーさんからいただきました。どうございます。ありがとうございます。去年前々から気になっていた SAO を第1期からウォーバンダーワールドまで一気見しました。すごい。案の定ハマり、1期と2期の劇場版 DVD を買い、はい、原作も全巻買い、1から読み進めています。もっと前から知っていれば映画館で劇場版を見られてイベントなどにも行けたのにと悔しい気持ちがあります。そうですよね。僕も同じこと思ったんですよ。どういうことですか。あの一番初めからずっとキリトですよね。いやそうなんですけど、例えばですよ、はい、あの例えばというか、もうその時思ったことなんですけど、例えばオーディナルスケールとかもあったじゃないですか、映画版ね。映画版、はい、僕あれ映画館で見れてないんですよ。ちょっと待って、あの劇場の舞台挨拶、どうしたんですか今。上を見上げて、あれ待てよ、人差し指で上に、あ、オーディナルスケールは僕あ見に行きました。びっくりした。バルトナインで見ました僕。あ、新宿のバルトナインで、ええ、あら。そしたらその時仕事の帰りだったんですよ。で、あ結構時間あるなって思って、ええ、映画見に行こうって、でネットで席見たら、一番前の真ん中の席しかなくて、いやでも映画館で一回見たいしなって思って、そこで行ってずっと上、首が痛くなるぐらいまでずっとガーって最前列ですからね、ええ、でもその分画面大きいから。いやすごかったです、ね。でも舞台挨拶すごい数やってませんでしたっけ。いや、 やってますけど、ええ、席では見れてないじゃないですか。そうですよね、普通に舞台挨拶終わった後に、ええ、じゃあ僕はって言ってそこで座る人いないですから、ええ、だからやっぱこう我々もこう家で一回なんかサンプルみたいので一回内容をこういう絵で完成しましたんでっていうやつはもらえるじゃないですか、ええ、あれぐらいなんでやっぱり映画館で見るべきですよね。こればっかりはリアルタイムで知ってる人の特権ですからね、うん、後からね、今だったらこうサブスクとかで見られるしみたいなあるかもしれませんが、あなたのお家は劇場ではないとほとんどの方は思いますので、やっぱ劇場のあの迫力のあるなんかもう包まれてるかのような臨場感って、やっぱ劇場じゃないと分かんないですよね。いかにこう今ねホームシアターとかすごいっつってもね、あそこまではなかなかいけないんですが、あと他のお客さんっていないですからね。あ、確かに。あれはあれでまたなんか無言でも何か迫力があるじゃないですか、ええ、ね、ぜひリアルタイムで見ていただきたいと思います、はい、お願いします。公開でございます。そして、去年残念ながら中止となってしまった SAO の壮大な物語をオーケストラの調べで紡ぐソードアートオンラインフィルムオーケストラコンサートのチケット最速先行抽選受付も実施中、はい、こちらの詳しい情報はコンサートの特設サイトでチェックしてください。松岡義次がナイター中継が延長しなければ毎週火曜日のこの時間にお送りしているソードアートオンエアプログレッシブ、はい、今回ももうエンディングですが、はい、今日もですねこういうメールをいただいておりますので、はい、エンディングにご紹介したいと思います、はい、山口県の19歳ラジオネームゆずぽんずさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は毎回この番組を聞いているんですが、はい、車について楽しそうに話す松岡さんの声を聞き、はい、少しずつ車に興味が湧いてきました。わーすごい。もうどんなもう本当どん何の番組になってきたんですかね。いやもうソードアートオンラインのことも伝わってると思うんですけど、もう一つ別のことが伝わるのも悪くはないですよね、はい、そして去年よしこうなったら免許を取ろうと一念発起し教習所に通い、そして先日本面試験に受かりました。仮面だけじゃなく免許証を取得した今はどの車を購入するか家族と検討中です。どんな車にせよ私の愛車、いえ相棒として共に走っていきたいと思います。私はこの番組を車や農機具ブリなど
どんな分野も掘り下げてくれる、つまりどんな人でも大歓迎と優しく包み込んでくれる番組なのではないかと勝手に解釈して聞いています。ああ、なるほど。これからもソードアートオンエアはどんどん突き抜けていってください。はい、またまたこれ追い抜かれましたね。いや、そうですね、ええ、結構なんか聞きましたよね。ラジオを聞いてちょっと免許取ってみようって言って、過去に4人ぐらいいませんでした、免許取りましたって。またあの卒業生が、ええ、松岡学校の、あ、素晴らしいな。あの卒業生からもう一通ご紹介していいですか。はい、ラジオネーム小畑さんです。ありがとうございます。私はこの春高校を卒業し、はい、免許を取り、初めて自分の車を買いました。お、運転している姿がかっこいいからという理由だけで、スズキのジムニーをマニュアルで購入し、若干運転技術の難しさに後悔しながらも、これから頑張って慣れていこうと思っています。あ、旅立ってますね。いいですね。まあでもやっぱりそうっすよね。まあ、将来的にもやっぱ取っといた方がいいですもんね。取れるものならば、取れた方がいいかな。そうですよ。だって、ね、高校卒業して社会人としてやっていくわけですもんね。そうですね。あ、大学行かれるのかな。どっちかな。まあ、どっちしろあの車乗る機会は、大きく増えると思いますよ。いや、いいですよ。車持ってた方がどこにでも行きたい放題ですからね。ということは今松岡さんは、はあ、行きたいけど今行けないなっていう思いを。そうですよ。だって、言うてみればあのこうプライベート空間そのものですからね。どこにでもね、自分の部屋がそこにあるみたいなもんですもんね。そのなんか例えば電車の中で旅行しに行ったとしても、電車の中でこうギャーギャー騒げないじゃないですか。迷惑ですからね。迷惑になるし、でもあれですよ、その旅行行った時とか車があればもうみんな車内でギャーギャーですからね。友達とね、騒いでも誰にも迷惑はおかけしませんからね、そういうところであっても、憧れが強い分の悲哀をここに感じていただけますでしょうか、といったところで、お貸してください。はい、そうですね。車取ってる方のことはもう全力で応援できるわけですよ、ね、いや本当です。本当に、そろそろお別れのお時間でございます。はい、今回の放送をもう一度聞きたいというあなたは、地上波放送から1週間以内ならラジコというアプリでもう一度放送を聞くことができます。で、あとですね、ちょっとシステムが変わりまして、はい、この後ですね、22時から YouTube のプレミア公開もすることになりました。火曜日の22時ということですね。これリアルタイムでみんなでこうコメントとかもしていただけるということで、リアルタイムで見るとちょっと違った楽しみ方ができるかもしれません。そうですね。ですが、まあその後はあのアーカイブとして YouTube に残っておりますので、はい、夜10時以降はプログレッシブの公式サイトからリスナーの皆さんのメールもたくさん紹介しているこの番組のディレクターズカットしないバージョン、こちらも聞いていただきたいと思います。この番組はナイター中継が延長されるとその回がラジオラジコではオンエアされないので、放送を聞いてどうも話がつながらないなと思った場合はぜひディレクターズカットしないバージョンを聞いてみてください。それでは今回はこの辺で、また次回。